霧で本格的にはぐれちゃったかな。誰？誰って出会い頭に言われてもな。まあ怪しいもんじゃない。だといいんだけどね。俺の名はオーフェン。君は？私はリナ。リナインバースよ。レイヤーズバーサスオーフェン。リナ・インバースか。ああ、リナでいいわよ。で、あなたはこの町の人？いや、俺もこの町は初めてだっていうか、いつの間にかこの町に。私も変な霧に巻かれて、知らない間にここに。人っ子一人いないみたいだな。ええ、さっきから私も誰も見てないわ。あなた以外にはね。誰もいない町か。割と大きな町よね、ここ。これで人がいれば結構栄えてそうなのに。人がいないはずはないんだ。あそこにある噴水とか、誰かが整備してなければ維持できないだろうし。でも、私がいてあなたがいるってことは、他の人たちだっている可能性はある。と思いたいとこだけど。だけど？まあ、店らしきとこにも商品はないし、ベランダにも洗濯物や植木鉢一つ出してあるってこともない。誰かが住んでるけどどこかに出かけてるってことじゃないってわけだ。そういうことね。ここには人の住んでた気配ってものがないのよ。石畳も気味が悪いくらいツルツルで傷一つない。誰もこの道を通ったことがないのか。信じがたい話だけどそう思うしかないみたいね。誰もいたことのない町か。けどそんな町のことなんて聞いたことある？私はないわ。俺もないな。少なくとも俺の常識じゃ考えられない。問題はそんな非常識な町になぜ私たちが迷い込んだのか。もしくは誰が俺たちを誘い込んだのか。で、私の顔を見るなり逃げ出そうとしたのはどういうことかしら、ボニー。逃げるだなんて、誤解よ、ドロシー姉様。コンスタンス、そうなの？そうよ。私は死刑から急ぎの任務が入ってたから、そっちを優先しようとしただけで。私もウェイトレスの仕事が。そんな大きなスーツケース引きずって。いや、それはその…するのよ。話が違うじゃないのよ。だって船で来るなんて思わなかったんだもの。しかもよりによって私たちが乗ろうとしていた定期船に乗ってるだなんて。予想進路が違ってたのよ。だから私は逃げるよりも戸板に板を打ち付けて布団かぶってうずくまって通り過ぎるのをじっと待った方がいいって言ったのに。歓迎してくれて本当に嬉しいわ。おいアメリア、あいつらはこっちの話聞いてないんじゃないか。カウリーさん、ここでひるんではいけません。正義の燃える心は必ず通じるはずです。ちょっと聞いてます？何？お、こっち向いたぞ。よし、改めてとぼけたって所詮は無駄なことです。あなたたちの悪行はこのアメリアがお見通しです。トウ！ちょっと待て、トウ！お前ら、着地地点を考えずに飛び降りる癖は直した方が体のためだぞ。何を言ってるんですか、ゼルガディスさん。悪を倒せという正義の声が聞こえるときに着地地点なんか構っていられるわけがないじゃないですか。聞こえるのか？もちろんです。私の胸に燃え盛る正義の心が、魂がこの異常な状況の背後に潜む悪の気配を感じているんです。確かに異常な状況ではあるが、そしてとりあえずこの町で私たち以外に見当たる者がこの3人だけしかいないなら、すなわちそれが悪。いや、まだ他に人がいないと決まったわけじゃないし、それに
それだけで悪だと決めつけるわけにはいかんだろ。だってあの一番背の低い人はなんか悪そうじゃないですか。今にも石畳の上に正座させられている二人に重い石を抱かせそうな。それもいいわね。待って姉さん、余計なこと言わないでよ。さりとて近くに手頃な石もなし。それは後でゆっくりじっくりとやることにして。はあ、後でゆっくりじっくりなのね。それで何のよ。お嬢ちゃんは中学生？中学生？いいえ、私は愛と正義の使者、アメリア・ウィル・テスラ・セイルーン。決めポーズはいいから。じゃあゼル、お前が中学生なのか？いや、俺も中学生なんてものに心当たりはないが。ってことはだ、俺が中学生だったのか。何かしらこの人たち。一人は得体の知れない信念に燃える子、一人は剣なんか持ってるし、一人は岩、うん、岩。得体の知れないって。そういうあんたらはここの住人なのか。ここがどこなのか教えてくれると助かるんだが。ここがどこかって、それはもちろんトトカンタの。って、あら？違うわ、ここトトカンタじゃない。あんたら今頃気づいたの？だって姉さんに頭を踏みにじられてて、石畳しか見えなかったから。それもそうね。あんたらもこの町に見覚えはないのか。ええ、そういうことね。なるほど、読めました。あなたたちもこの町にいつの間にか呼び寄せられたんですね。そういうことなのでしょうか。でもそんな非常識なことがあるわけが。いいえ、違いありません。そしてそれはこんな状況を生み出した巨大な悪に立ち向かうために、私たちが光の戦士として選ばれたということに他なりません。他ならないものかしら。で、これからどうするの。決まってるじゃありませんか。この混迷した事態を打開する、すなわち悪を倒せばいいんです。そうしない限り、私たちに輝ける未来も、今日のお昼ご飯も晩ご飯もないんですよ。輝ける未来はともかく、ランチとディナーがないのは困るわね。ということで、ここは一つ野良犬に噛まれたとでも思って諦めて、おとなしく心に正義の炎を燃やすんです。まあいいでしょう、他にどうしようもないみたいだし。え、トロシ姉さん納得しちゃったの。それともあんたたちの膝に乗せる重そうな石でも探しに行く？さあみんな、何をしてるの？悪を倒しに行こうよ。そうよ、悪を倒して輝ける未来をこの手につかみ取るのよ。やれやれ。で、その悪とやらはどこにいるの？簡単です。全ての元凶、諸悪の根源、そういうものは大抵ああいう場所にいるものです。そう、あの見るからに怪しそうな真っ黒い城です。あんなとこにお城が。ほんと見るからに怪しそうだけど、行くだけ行ってみましょう。お城なら石垣の石とかありそうだし。さて、これからどうしたもんかな。まあここでこうしてても意味はなさそうだけど、さりとて行くあてがあるでなし。それでございましたら、私の主の正体をお受け願えませんでしょうか。え？何？これは驚かせてしまいましたようで、お詫び申し上げます。こいつ、いつの間に俺たちの後ろに現れやがったんだ。後ろから近づく人の気配を感じられないほど俺の感覚がなまってたのか。安心して、私も感じなかったから。で、あんた何者？私めはボーイム様に仕えるものでございます。オーフェン様とリナ様ですね。まあそうだけど。オーフェンってのは誰のことだ？え？おたわむれよ、我が主はすべてお見通しです。いや、オーフェンなんて知らないぜ。おたわむれよ。知らないって。おたわむれよ。知らない。おたわむれよ。わかったよ、駆け引きが通じそうな相手じゃねえな。えいだ、リアクションの乏しい人ね。
このような場所で立ち話もなんでございますので、お二人には我が主の城までご足労願えませんでしょうか。温かいスープくらいならすぐにご用意いたしますが。さて、どうしたもんかしら。温かいスープってのには惹かれなくもないんだけど。それは同感だな。だけどな、この質問に答えられるのなら言ってもいい。答えられない奴には案内してもらいたかないな。この町は一体なんだ。はい、この町は我が主ボイム様の町にございます。で、ボイムってのは何者なんだ。ボイム様は我が主にございます。いや、だから主って、イラつく。話になりそうもないか。どうする、行ってみる。とりあえずはそれしか選択肢はないみたいだな。